この世は説明がつくものばかりではない。現代ではわからないことがあればネットや書籍を調べれば大抵のことは見つかるが、それでも答えが見つからなければ専門家や学者に聞くしかない。だが彼らでさえ説明がつかない物事も数多く存在する。今回はそんな未だに解明されていない異物をいくつかご紹介したい。遥か昔、フランスのフォンテンブローの森には未知の文明が存在したようだ。狭い洞窟の壁には解読不可能な彫刻や、森には象や蛇、人の顔や怪物のような奇岩が2000点以上もある。岩絵の一部は2万年前に遡りクロマニョン人によるものとされているが、彫刻のほとんどは紀元前8000年の中石器時代のものとされている。だが当時象がフランスに生息したことはなく、この岩を掘った人たちはどうやって象の姿を知ったのであろうか。またどうやってこんなにうまく石を削っていたのであろうか。洞窟に掘られた文字か記号が読めれば何か手がかりが得られるかもしれないが、未だに解読されていない。毎年1000万人もの訪問者がやってくるので、岩絵に落書きをしていく不届き者も多いという。こうやってその存在が忘れ去られ、歴史から消えていく者たちが増えていく。古の呪いと聞いただけで怯えてしまう人は多いが、実際は古代において全ての呪いが否定的な意味合いで書かれていたわけではない。例えばペラの呪いの板は、ダギナという女性がディオニーソフォンという男性を自分に惚れさせるために書いた、いわゆる愛の呪いだという。1986年にマケドニアのペラで見つかったこの鉛の巻物はドーリス方言で書かれており、およそ2400年前のものである。この発見からは当時の恋愛模様がわかるだけでなく、ドーリス方言で書かれていたため古代マケドニア語が独立した言語というよりも古代ギリシア語の方言であったことがわかる。またダギナは具体的な願い事をしており、彼にテティマという女性ではなく自分と結婚して彼と一緒に年を取りたいと願っていた。だが彼女は彼を他の女性から奪いたかったにもかかわらず、彼女がまた巻物を掘り起こして広げるとこの呪いが無効になることも願い、自分の気が変わった時に備えてしたたかに逃げ道を作っていた。これが愛だ。1912年、米国オクラホマ州ウィルバートンの炭鉱で全く不可解なものが見つかった。推定約3億年前の石炭の塊に、なんと鉄のコップが埋まっていたのである。発見者のフランク・ジェイ・ケナードによる証言が唯一の証拠であり、科学的な厳密さに欠けたり、その後にこの異物が突如行方不明になったことから、懐疑的な目で見るものは多い。現実的な仮説としては水が溜まっていた箇所がこの形になったとか、ある専門家は鋳鉄に似た材質でできたコップは18世紀の道具であり、珠洲市か弾丸職人が使っていた可能性があると指摘する。とはいえ懐疑論者もこの異物がなぜ古代の物質の中に埋もれてしまったのかを正確には説明できていない。この謎めいた発見は従来の歴史的考古学的見解に対して一石を投じるものであり、古代宇宙人来訪説の支持者には大変注目されている。イスラエル北部にベートシェアリムと呼ばれる世界遺産の遺跡がある。ここは世界最大のユダヤ人地下墓地があるだけでなく、60年代には洞窟の真ん中で9トンもの灰色のガラス板が見つかっている。この塊は通常の透明で脆いガラスとは似ても似つかなかった。1963年コーティングガラス博物館の研究者がここを訪れ、破片を持ち帰り調査した結果、9トンの塊は本物のガラスであることを確認。なぜこのような神聖な場所に特大のガラス片を保管する理由がわからず、謎が深まることに。主な仮説は2つ。1つはかつてここはガラス工房として使用され、板は商品か作品に使用する透明ガラスを溶かしたもので、あいにく作業中に熱で天井の石灰岩が溶け始め、溶けた物質が落ちてガラスを汚し使い物にならなくなってしまい、同時に洞窟はガラス工房として使えなくなったという説。だがこの説には不備があり、
専門家はイスラエル全土で最大かつ最重要な埋葬地の中にガラス工房を作ることはありえず、洞窟内に工房があったことを示すものは他に見つかっていない点を指摘する。2つ目はエルサレム第二神殿の窓は透明で密閉されているとの聖書の記述に基づき、この神殿の窓に記念碑的なガラスパネルがはめられていたと考える歴史家もいる。西暦70年に神殿が破壊された時、仮に窓の一つは焼け残ったが、石灰岩の神殿であったためガラスは石灰で汚染され、この石のような見た目になったのかもしれない。そして唯一残った神殿の一部をこの聖域に持ち込んだと考えても不自然ではない。スコットランドのケイスネスにあるニブスターブローはこの地の豊かな歴史を垣間見れる史跡である。この岬には防御用の城壁に囲まれた円形の遺構がいくつかあり、1895年に初めて発掘され、2000年代にはレーザースキャン調査が行われた。最初に建てられたのは城壁で、青銅器時代中期から紀元後数世紀初頭のものである。この内径は 6.2 メートル、壁の厚さは平均 4.7 メートルと大西洋の円形家屋としては最大の厚さであるという。そのため中の作りはかなり質素であったようだ。これらの用途は砦や城、家畜の避難場所、地主の大邸宅など諸説ある。またこの遺跡には鉄器時代後期の遺構もあり、家屋の周りに村が形成されていた。遺跡から出土した石や骨、陶器や穀物などは当時の食品加工から余暇まで日常の暮らしぶりを伝えるもので、砥石や金床、ローマ時代の遺物や鉄以外の金属加工の証拠から、ニブスター村は遺品紙を輸入し製造していた高度な集落であったことがうかがえる。一つの遺跡には何層もの歴史が積み重なっているのである。ペレビー霊廟はトルコの重要な歴史的記念碑であり、アナトリアではあの世界の七不思議の一つであるハリカルナッソスのマウロソス霊廟に次ぎ有名である。この墓は古代マケドニアのアレクサンダー大王に仕えた将軍アンティゴノス1世かリュシマコスのものか、後にセレウコス朝の王アンティオコス2世テオスの埋葬地になったとも言われている。その歴史的意義にもかかわらず、霊廟の正確な起源と目的については未だ議論が続いている。デザインはマウソロス霊廟とかなり似ていたようで、古代アナトリアの豊かな文化の証として貴重な洞察を与えてくれる。とはいえこの霊廟が墓として使われたことはなかったという説もあり、誰かが埋葬された形跡もないという。石の偶像と呼ばれるポロベッツの像はポロベツ人が残した石や木で作られた人型の彫像である。ポロベッツとはチュルク系遊牧民のキプチャク人のことで、対立していたキエフルーシ側の故障である。これらの彫像は主に兜や鎧、武器を身につけた戦士が描かれ、女性像は頭飾りや宝飾品を身につけているが、その文化的意義は謎に包まれており不明な点も多い。中でも最大の謎はどの像も腹の下に抱える器であろう。お皿か水差し、コップか聖杯のようにも見え、先祖の遺灰を納めた骨壺や生贄用の容器か、魂を納める儀式用の器であったかもしれない。とはいえこのような人型の彫像制作はキプチャク人特有ではなく、より広い文化圏に属するものであり、ロシアやシベリア南部、ウクライナ東部やドイツ、モンゴルなどに散在している。彫像作りは紀元前4世紀頃の中央アジアと中東の青銅器時代の文化に遡り、後にキンメリア人とスキタイ人にも取り入れられた。さまざまな種類の石や木を加工する熟練した技術を必要としたが、古代のトルコ人の間に伝わり、アジアの草原地帯に広まった。キャプチェ・キプチャクの滅亡とイスラム教の急速な普及とともに、この慣習は突然消滅したという。歴史的に重要でありながら長年放置されてきた彫像の劣化は激しく、これらの保存が後世の者たちの重要な役目であろう。インカの休息所とも呼ばれるインカ・カマーニャはペルーのクスコにある謎めいた建造物で、多くの学者を何十年もの間悩ませている。この遺跡には小さな台と階段がきれいに彫刻されており、
この台にインカ帝国の支配者が重要な行事の際に座っていたと考えられている。壇上の彫刻には動物や植物、幾何学的な形をしていたようであるが、その意味は不明である。インカ歴と関係があるのではないかという説もあり、この台には6月の夏至に合わせた穴があるようで、天体観測に使われたのではないかと推測する人もいる。インカカマーニャは今もインカの重要な遺産でシンボルであり続けており、クスコ市内にあるため容易にアクセスできるので、午後の散歩がてらにインカ人の職人技に感心しながら遺跡の謎に思いを巡らせるのも悪くない。コールドストリームストーンは世界最古の芸術作品と言われている。この石は100年以上前に南アフリカのロッタリング川そばの岩陰遺跡にあった9000年前の墓で見つかった。表面には異なる色で塗られた3人が狩りをしているような様子が描かれており、彼らは超自然的な異世界に入ろうと恍惚状態になったシャーマンだとの説もある。かつてはもっとあったかもしれないが、この石は川床の下60センチに埋まり、川の流れに浸食されず、色も消えることなく保存されていた。制作者の最も有力な候補は狩猟民族の三族で、彼らは地球最古の人類とも呼ばれており、その起源は4万年以上前に遡る。だが9000年前のものなのに絵の状態がかなり良いので、実は古代のものではなく、見つかった頃に川に埋められた捏造品ではないかという疑惑もある。この件に関しては今後も調査が必要であろう。